ったら飲みに付き合ってくれるわよね。はあ、何が奴隷よ。これじゃまるで家畜じゃない。降臨のやつ。ライトおじさん、大きい倉庫の整理はもうそろそろ終わるでしょう。これらをあっちの小さい倉庫にしまえば終わりだ。あとは俺に任せて、お前は休んでいいぞ。か弱い女の子なのに、ここ数日俺たちと一緒にそんなに働いて、きっと疲れただろう。あとはもう休んでくれ。何か言われたら俺が許したって言えばいい。ホリンだって文句を言えないさ。いや、私はこう見えてもすごく強いんだから。昔シンジゲートにいた頃、生活のためにどんなに大変な仕事もやってたの。だから心配しなくていいよ。ずっとおじさんに面倒を見てもらってるから、何かして恩返ししたいな。はあ、気が利くな。本当にいい子だ。本当に、褒め言葉はなんて言ったっけ。ああ、そうだ、厚顔無恥だ。それに天変地天地無用、自業自得に言語道断。ありがとね。もう少し我慢してね。来月に四字熟語の辞典を見つけてあげるわ。彼が読めるかどうかは話が別だけど。朝早くから働いてお腹が空いたでしょう。はい、これライトおじさんの分。こっちはヘラの。あとこれも君による。ミラさんから教わったデザートを作ってみた。あとこれは3ヶ月働いて貯まったお金で買ったイレギュラーキューブだ。数は少ないけど少しは役に立つかと思って。え、私に？今回のことお詫びしたいから。砂漠強盗が襲ってきたあの日、君が僕を助けてくれた。君がいなかったらあんなにうまく砂漠強盗を追い払うことはできなかったよ。でも砂嵐が来た時、君を連れて一緒に逃げることができなかった。今も君が無事でいてくれて本当によかった。もう、私が砂漠強盗ごときに殺されるわけないじゃん。安心しないよ。あんたの謝罪も受け入れてあげるから、もうそんな惨めな顔しないで。
市場でそんな顔で呼び込みしてもお客さんは来ないってば。でも3ヶ月も働いたのにこれだけなの？砂の海の物価はそんなに高いわけ？イレギュラーキューブは高いぞ。稼ぎたいならもっと頑張らないとな。早く大きくなりたいならちゃんと食事をとるのよ。あなたたちも少し休憩してお昼にしましょう。あれ、見覚えのある箱だけど。あ？ああ、それか。砂漠強盗から盗んできた箱じゃないか。そんなにでかい箱だなんて、きっとお宝がたくさん入ってるんでしょう。ここの物価からしたら箱いっぱいじゃなくてもさ、半分でもイレギュラーキューブが入ってたら全員ディスシティに移住できるほどのお金になるんじゃない？そうだな。今回ばかりは運が良かった。この箱には本当にマジでいいものが入ってるぞ。まだ10分の1にも満たなくてほんの少ししかないけど、それでも十分に金になるぜ。とこは老人や子供ばかりだが、こんな幸運がもっとあれば次の砂嵐が来ても怖くねえ。俺はな、このとこで最もついてるやつなんだ。でもうちの事情はともかく、お前のような小娘を巻き込んでしまって本当に悪かったな。ティミーが言ってたよ。お前が俺たちを助けた恩人なんだと。それにお前自身もまだ子供だってのに。俺はもう大人なのに物事をわきまえる点においては子供にも劣ってるようだ。本当に情けないぜ。嘘でしょ、ライトおじさん。私たちの仲じゃん。あんたまで頭を下げて謝るの？そんなの関係ない。当たり前のことをしただけさ。お前はトゥコを助けて、あの砂漠強盗の野郎どもをボコボコにしてくれた。本当に感謝電撃だ。なんてお礼をすればいいものやら。でもな、たぐん砂嵐が頻繁になってきているせいで物価も上がる一方だ。俺の力不足のせいだな。こんなんじゃ刑事失格だ。俺がもっとしっかりしていればコリンがイレギュラーキューブを探し回る必要もないし、お前も巻き込まれずに済んだんだ。お嬢ちゃん、全ては俺のせいだ。コリンはとても強くていい子なんだよ。弱い俺たちに足を引っ張られているだけだ。弱い。あいつは弱くなんかない。とんだ嘘つきじゃん。このヘラ様が誠意を持って彼女に接した挙句、騙されて利用されたんだ。目には目を、歯には歯を。私は絶対に許さないから。あいつは9回嘘をついてやっと1回だけ本音を言うタイプだ。どれが嘘で何が本音か、それを見分けられるのは全トゥコタウンにおいてもこの俺しかいない。だから俺にはわかる。コリンは本当にお前のことが気に入ってるんだ。
ういいよ。悪人が実はいいやつだったなんて話はもううんざり。何も聞きたくない。もう何よこの風、まるで数日前のと。まずい、砂嵐だ。早く広場へ、他の人と合流するぞ。どこ？指導？化け物？逃がさないわ！車は1台だけ。せいぜい5人、いや、8人くらいは乗せられる？彼らを連れて逃げないと。どうしよう、何か方法は。みんな、こっち、中に入るんだ。心配しないで、僕が入り口を守るから。もし怪物が現れても、必ずみんなを守る。マキさんとコリンさんが外にいるから、絶対に大丈夫だよ。事前に準備しておいた北側の防護壁に穴が開いたわ。早く直さないと怪物が入ってくるかもしれない。コリンは正門の方に行っているわ。彼女一人じゃ長く持たないと思う。裏口を塞いでから手伝いに行きましょう。わかった、今行くよ。ミラお嬢ちゃん、俺も一緒に行くぜ。ライトおじさん、そんな状態じゃ。もう俺大丈夫だ。お前たちは部屋の中に隠れてろ。咳ぐらいすぐに治る。別に足は折れてない。あの怪物たちとも戦える。デミ、離せ。なっ、体調が悪いなら無理すんなって。せっかくのヒーローになれるチャンス、病人や嘘つきに譲る気はないよ。このヘラ様が砂漠から凱旋するのをおとなしく待ってなさい。電話が鳴ってるよ、ダーリン。
ってたの。ヒーローちゃん、不機嫌そうな顔をしちゃってどうしたの？せっかく勝ったんだからもっと笑いなよ。いいの？イレギュラーキューブの隠し場所が私にバレちゃうけど。どういうこと？そんなの気にしなくていいって。私たちはとっくに仲間なんだから。よし、宴会に向かおうか。今日はごちそうがあるみたいだし、早く行かないと全部食べられちゃうよ。よくやった。戻ったらお祝いをしてやる。